よろしくお願いいたします。富岳風穴エリアの、監視カメラ下から入っていって、こっちが遊歩道なんですけど、メインのこっちに道らしきものがあって、こっち行きます。これ初めてなんですね。あるのは知ってたけど、どこに続いてるのか。もうすぐ隣の国道で車も見える。あ、こんにちは。よろしくお願いします。泥棒みたいな格好してるね。黒の帽子に。必要の昨日警察に確認取ったから、こういうとこも別に OK ですよっていうね。うん、ちゃんと分かってるから大丈夫ってね。そうそう、ただ溶岩とか落ち葉とかそういうのはダメですよって。関係なくまっすぐ進むしかないんだ。そうだね。方角的にはどっちがいい？国道沿いか、もうちょっとじゃあ、あれか。南西っていうのか。怪我だけは気をつけないと。あ、結局さ、切り取らなかったんだっけ？うん、切り取らなかった。丸ごとできたんだ。これはもらっちゃいますよ。まあ、最悪これ今ピンク入ってるから、うん、買っといてよかったな。あれやっぱでもこっちがだけダメだもん。遊歩道に行っちゃった。ここに遊歩道あったっけ？東海線歩道。そうそう、まさだって、うん、これ道ではない。そっちの方が歩きやすいかもしれない。でも向こうだよね。そう、方角的にはね。あっちだよね。そっち、あ、でも こっちの方行ってみるか。斜め。でもさ、こう剣道こう曲がってるから剣道にぶつかるよ。あ、ぶつかっちゃうか。まあ、徐々にじゃあ。本当に方角がね。美味しいやつだ。すでにもう道じゃないと。安全第一だよ。危ないですね。谷みたいになってる。うわ、すごい。あ、
楽しいですね。すげえ、なんか溶岩のテーブルみたいになって、これすごい綺麗に、うん、なんか人工的じゃないよね。綺麗にまっすぐになってる。そうなんだ、多分溶岩がこう押し寄せて、その溜まったところみたいな。ああ、自然だね。登る、うん、じゃあ俺こっち行くよ。まあまたこれ進んでいくと出てきてもおかしくないからね、うん、そこは気をつけないと。なんかビニール、完全ビニールだな。それは通れないでしょう。すごいね、なんか谷みたいになって。穴が怖い。至る所に開いてる。うわあ、開いた。道じゃない。うわ、ちょっと危ね。英語も喋れるようになってるから、そうそう。英語？うん。まあ、外人さんが多いからね。お、危ね。これ行く？いる？怖いよこれ。踏み外したらバーンだよ。あ、そうそうそう、勝手にあるでしょ、翻訳っていうか。ただはっきり喋んないとやっぱり全然違う字幕出ちゃうよね。そろそろあれかな、有料ソフト必要かな。This walk、ウォーク、青木ヶ原。樹海は樹海で、樹海ってあの青木ヶ原のか地名とかあんのかな。青木ヶ原は地名だから、多分英語も青木ヶ原なんだよね。あ、そうだよね。お、まさか、びっくりした。カバンか。突然目の前に出てくるとびっくりするね。でも、何これ。あ、遊戯王カードある。マジ。お、遊戯王カード昔集めたんだ。メガネもある。傘か。あ、じゃあいじんね。ペットボトルもあるな。声かかっちゃうよ、警察から。これカバン、カバンじゃないかな、まあ、中に何か入ってるかも。有料カードってどういうことなの。またほどけた。なんかさ、ずれ、あの滑るな、うん、そうすると靴の中でずれて、その重みでなんか緩んでくるんだけど。あ、でもだいぶかかってるんだけどな。凍ってるよね。うん。ちなみに電波がない。あ、でもちょうどさ、この方向行けば昨日のエリアだ。ちょっと周りに注意しながら。うん、まあ、こういうのがあるってことは本当に人が。っていう証拠だから、なんか一箇所に集まるっていうのもあり得ることだからね。そうだね、比較的まだ国道は近いよね。
近い近い。車の音がはっきり聞こえるから、でも安心すんだよね、車の音が聞こえる。ちょうどいい距離感ってなんだろうな、多分一応なんか、あ、紐がある、誰か歩ったのかな。一応データ上だと200メートルなんて言われてるけど、まあ必ずしもそうってわけじゃないだろう。それ行くよな。朝からハードウォークですね。ハードウォークじゃねえな。ウォークじゃない。ウォーキングか。ウォーク。ワークか。仕事。まあ、ただ英語が苦手なんだ。これ登るか。結構急斜面だけど。あ、これ登れるかな。無理だな。ちょっと無理だわ。さすがに。向こう行こう。もうなんだかんだ歩き始めてそんな立ってないんだよ。10分ぐらいだ。うわ、危ねえ、危ねえ、沈んだ。本当に大変なかったいや、もう俺は楽しいよ、本当に。もう仕事したくないよ、もう。気持ちよきですね。あ、つらら。氷だ。でもここら辺まで来ると本当に昨日みたいなことがありえますから。車の音も徐々に静かになってきた。まだかろうじて聞こえるぐらいかな。そっちなんかある？あ、オッケーオッケー。じゃあちょっと待ってるよ。まあこの動画が心霊要素かって言われたらどうなのか。まあ青木ヶ原樹海だから心霊というふうに言えれば心霊か。お散歩といえばお散歩。廃道探しといえば廃道探し。あれ？道だぞこれ。ね。こっち。道に出た。これ何の道だ？あ、続いてる？あ、でも方角的にこっちだ。昨日の場所。あ、そういえばあの落ちてたバッグの方にテープあったもんね。続いてる可能性もなくはない。いた。ただちょっと行く手が。道はそっちだ。
チキ。穴が怖え。マジ。あれ？ちょっと待って、これが？あれ？どこ？これあれか、東海自然歩道か。これが東海自然歩道、これ南向かう道か。こっちか。そうだね。これなんちょっと。昨日の方向はこっちだ。だよね。だから。本当であれば昨日ここに出るはずだったんだよ。だけどそこをこっちに曲がっていったの。昨日の体重もグッてきたってこと。そう。で、そっちで見つけたな。なるほど。とりあえず突き当たりまで行ってみようか。うん、まあ突き当たりと思ってたけど、もしかしたら。先があるかもしれないけど、どう思う？道だな。道だっぽいよね。うん、道だよ。いちいち真似すんだから。ちょっと朝起きて飯食ってる時、あ、歩くのどうかなと思ったけど、歩き始めちゃうと止まんなくなるよね。エネルギーが湧いてくるな、やっぱり。え？これ道なの？なんか樹海グッズ欲しいな。樹海の苔せんべいとか。俺的にね、解禁できないのは昨日の飯動画。昨日の飯、うん、夜の全部食い切るっていうか。ああ、工学的にここで正面だ。行ってみる？うん、行ってみよう。そしたらここ入ってくる？近い。ちょっと待って、今ね、ここ、これ。これ。あ、めっちゃ近いじゃん。100メートルないかな？うん。行ってみる。こんなとこ歩けていねえって。カラス。あ。それバイオハザード。ネズミとか。ネズミは食べるね。でカラスは頭いいんだよね、ほんとね。冬場に来ちゃうんだ。あ、そこたどり着くまでなんか見つけそうな気がして。やっぱ昨日もそうだけど匂いがなかったんだよね。警察の人にも匂いどうですかって聞かれたけど、匂いしなかったもんね。冬場だから。そうそう、目の前までね、近くまで行ったわけじゃないけど、夏場はもっとすごいんだろうけど、よく言うよね。どういう匂いなのかね。嗅いだことない匂いかな。いや、あ、ちょっと道間違えたな。やべ、崖だな。あ、無理だな。行ってまうな。
して家までまた帰らなきゃいけない。物が鳴ってる。おお、危ね、ふかふかしてる。うわ、下穴開いた。いるすごい溶岩と苔、本当に樹海って感じです。すごいな。道に見えるけど、道に見えるとこたくさん。お腹が鳴った。さっき朝ごはん食べて大量に食ったから消化してんの。痛い。塞いでるように木が倒れてる。ある？思った以上に近いの。え、何が見えた？あ、じゃあ一緒だけ持ってったってこと？全部は片付けないんだ。あ、そっか、無理だよな。テープも片付けられてる。そっか、あ、そうだよな。警察が放置したわけねえもんな。あ、あったあった。危ねえ、マジで。まあもちろん衣装も持ってってるだろうから。ああ、ここか。そうだ、方角的にどういう、あれどっちから来たんだっけ。ん、あれわかんない。ぶら下がってたのってどこ。方角があっちから来たんか。あ、そうだな、そうだ、そこか。ああ、それだ。ちょうどなんかいい具合に木が出てって、ロープがね。これ、これですね。手合わせるか。手合わせるか。うん、これこちらの木ですね。ちょうどここにロープを巻きつけて、ここに人がいたっていう感じだったね。ちょっとじゃあ、あの、一応ね、俺あっちにも鍵とかあったんですよとは言ったんだけど、でもあの場所教えてくださいとか言ってないから。
あれこの白いロープは違うんか。そうだな。いやでも分かんなくなっちゃうな。方向感覚が本当に分かんない。あ、そっちの方だね。多分。こんなとこあったかな。そうそうそう、あそこの辺なんじゃないかな。そこか。あれだね、別物だよね。撮るよ。あれ鍵は？鍵あるはずね。これこれ。自転車の鍵っぽいね。うん、そうだよね。で、一緒用かな。ついちゃってんだ。ナイフそれ。あ、ナイフだ。カッチカチになっちゃってる。ちょっとナイフ、ナイフ。ナイフとか見るとね、ナイフじゃねえ、ロープ切ったりね。うん、そうだね。メガネもなかったっけ。いや単体で落ちてたような気がしたけど、そこにもある。それペンか。これはあのスズランテープ。あ、スズランテープか。傘、あれこっちにもなかったっけ。気のせいだ。なかったわ。方向どうする？どっち方向行く？そっち向かえば遊歩道方面。あー、青いロープあるね。辿ってんな。また何かが出てくる可能性があるから気をつけないと。と言っても気をつけようがないんだけどね。物はそこから動かないから、俺らが勝手に近づいてちゃってるだけだから。じゃあしたらまた向こう方面か。ちょっとこれはなさそうだよね。うん、なんかなさそうな気がするな。これもなんか暮らしてかっこいいし。ああいうのっていたずらじゃ置かないよね。うん、さすがにね。じゃあ行こっか、あっちの道。
の人のさ、骨とか、うん、出てきたりするのかね。例えば本当に溶岩噴火してその辺りから暮らし始めてた人の。あー、どうかね。骨って自然に帰るんだっけ。結構な年月かかるはずなんだよね。100年とか。うん、だから、暮らしてた人とか暮らしてた跡があるわけだから、そこで亡くなってる人もいるわけじゃない。埋もれちゃってんだろうね。うん、もうないことはないと思います、ね。まあ、そこから特定するのは無理なんだろうけどね。いくら。そうだね。方角的にどっちだ。あっちだ。ここ。あっち。マジ。うん。これ登る感じかな。身軽だね。あ、これ降りる。ちょっとやめて。大丈夫。OK。倒木更新しなくて。あ、これがその木か。そうだ、それ、その木が。ああ、あれか。そう。いや、この道を国道まで運ぶのも大変だったと思うよ。マジで考えただけで。ちょっとずつしか進めないな。そうそう。足場も悪いし、全然削ってもよかったんだけどね。さすがにそれはダメなんだろうな。そうだね。あ、ちゃんとロープも片付けた。ちゃんと衣装もご家族の元に返すかな。こういうのはもう全部あれだな。字は書いてないよ。結構散らばってみても、なんかまだ探したら出てきただけどね。髪がこんな状態になるってことは結構立ってるよ。どうなんだろうね。こう髪ってどれぐらいでこんな風化というかなるもんなのかね。こういう状態になってあんまり見ないから。書いてない。まあメモ書きとしてこう閉じてあげてる状態じゃなくてバラバラで持ってきたんですね。こっち行けば昨日出てきた方だよね。やろうぜ。もう会社クビになっちゃう。ここまで来たらなんかね、やりたいよね。ここまで来るのも大変だしさ。俺の予想はこっち。
大体あと、もうちょっと左かな。左。こことそっちでも全然違うよね。地形が全然違うわ。苔とかもさ。あ、でも細いし入らないし。溶岩の際なのかな。そうね。違うんだよね。何回か爆発してるし。やっぱり向こうの方が好きだもん。枝が危ない。待ってね。ちょっと右に掘り。もうちょっと。こっちかな。あ、出たかな。あ、出たね。出た。これはじゃあひたすら右へ、右へ、右へ。そう、右へ。ちょっと太りすぎじゃない。体重が。やっぱり体重増えたんだな。減らさなきゃダメだな。ねえ、こっちありそうだけどね。ありそうなんだよな。絶対だよね。これこっち行くとでもあれか、マルキンの道出ちゃうのか。うん、そうだね。この間にあるそう。まだこの辺ぐらいまでだったら全然許容範囲でしょ。そう、許容範囲。この辺に行くと、そうだね、見えるだけなのか本当に道なのか、俺には分からない。でも昨日の俺らはここら辺から出てきたのね、多分。もっと向こうかな。もっと県道が、県道上に観測するとあるかもしれない。そうね。あ、違う、これ曲がってったんだ。あ、そうだ。そうそう。で、さっきのとこたどり着いたんだ。とりあえずじゃあ、外事道。やっぱちゃんと見てると分かりやすいね。うん、分かりやすい。車は。まあ、よく探したらもっとこうあるかもしれない、うんうん、
自分のこうね、動画とか、もしその場所を撮ってたとしたら、使いようによって社会現象になっちゃうからね、まあ、ね。そうだよね。大変で。本当にそうだよ。自分の人生を撮っちゃう。まあ、絶対変なコメントは来るよね。まあ、ここまでしっかりしてる道だから多少向こう行って迷ってこっち来ても分かるよね。そうね、これはめちゃくちゃ分かりやすいわ。ちょっとだから向こう行って行ってみる。そうだ、ね、また北上、北上違う、南下か。こちらも探してみたいな。どっち、そっちがいい。どっちの方がありそうって言ったらありそうって言ったら、そこが違う。そう、あの興味が、地球に興味が言い方が気をつけないといけないな。でも地形が激しいんだよな。いや、とりあえず今回全部対策する必要ないから、うん、まあ分けてもね。そうね、分けて。ただ夏場とかになるとこれクモスがすごくてね、クモスないだけでこんなに、ね、ちょっと快適だと思わなかった。寒い時期が一番今がいい。髪の毛真っ白になったな。あそこの日が当たっていいじゃない。ゲームのセーブポイントみたいな。 ありそうだよね、回復ポイント。そうそう。行く、うん、俺も撮りたい。ちょっとあのフォークみたいになってたらよりよりいいね。こういうとこ定点動画とかでもいい。あ、いいね。サムネとかでも最高だね。定点伝説だろ、これ。あ、そう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 。まさにそう。なんかここだけ日が当たってる。ちょっと。ティータイム。邪魔だったら行って。何が？あるよ。ガッツリあるよ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。チワじゃないよ。こんにちは。誰かいますか？誰かいますか？いませんか？こんにちは。こんにちは。こんにちは。ありがとうございました。ありがとうございました。久しぶりに登場だな。何ヶ月ぶりだろう。あー、なんか違う。なんか違う。絵が違うの？この角度。なんか違うよ。ちょっと。遠くの方が筋がはっきりしてる。近づいちゃダメなんだ。ザ、樹海。
感じ、うん、あの光に向かっていく感じが良さそうな感じする。いいんじゃない、こうまっすぐ行って樹海散歩数みたいな。ちょっとやってみる。うん、なんか光に消えていく感じもいいんだけど、綺麗になっちゃうか。ちょっと違う。違う。崖が乗り越えていくような感じ。ああ。難しい。まあ光は別になくてもいいかなと思うんだけど。やっぱり。うん、崖が欲しいかも。でもね、何パターンか取っていて、何パターンか作っといて、会議やって帰るってのもある。そうね。ちょっと待って、また家帰って。高層ですよ、ね。寝るわ。ちょっと曖昧な表現で来ちゃったから、うん、撮りたいなぐらいな。夜は夜で LED ってやつ流れてます。ああそうね、そういうのもいいね。それではじゃあ行きましょうか。あ、ここ穴開いてる、気をつけて。やばい。あ、これ昨日通ったな。だからもっと向こうだ。もっとか。結構歩ったな。ああ。ちょっとルートだけ降りに。してなかった。紐がある。そう、アプリ？もったいないね。ハロー。あ、痛い痛い。膝を刺さった。いやでも昨日出てきたとここういう道だったけどな。だからこっからテントもそんなに遠くないんだよ。そうだな、距離的にはね。ちょっと見てるか。ああ、真南だ。300m。 いや、うん、行かない。100m も行かないと思う。紐がブランブランしてる。充電のコードかな。あ、でもちょっとそろそろ道が多分分かりづらくなって前戻ったんだよね。紐もやっぱ続いてるね。ここで終わってる。終わってる？こっから。そうだね。これが、多分ね、前の記憶だとこっちの方行ったんだよ。で、またこう分かれてた。あ、でもテープ貼ってあるわ。え、じゃあ外国人どこ行った？戻った？そのまま。いやー、あかんねや。入ってった。はい、いや、でも入ってったらさすがに。
あったね、まだ続いてるんだ、うん、あー、かろうじてわかるね。これをね、右、左、こっちで、なんかでっかい溶岩が出てきた記憶がある。あ、あるね。こっちなんだよ、そこなんか溶岩が多分あるはず。あ、そう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 、それもまた右行くん。こっち、そうするとなんかね、不思議な溶岩の橋みたいなのが出てくるんだよ。そう、なんなのこれ、人工的にみたいに見れるんだけど、自然にできたものだと思うんだけど。ここで雪だよ。あ、もっと道になってた気がしたんだけどな。あ、多分じゃあその辺だ。あ、ここかもしんない。これが迷子の領域に入ってきたな。いや、これこんな道は通ってない。まあでもどっちにしろもう道わかんないから、戻るか突き進むしかないんだよ。そうね、どっちに行くか。こっち、ちょっと待って、本当に方角がわかんないわ。ああ、こっちじゃ民宿村方面なんだ。あ、もうすぐそこ、黄色いの。これじゃあ進んでみる。そうするとさ、昨日のあの変なワイヤーみたいな押してたのがあるじゃん、うん、そこにたどり着くはず、その廃道に。あ、てかこの道がそうなんかな、道になってるよね。あ、これ昨日通ったの。通った、うん、で曲がってったんだ、覚えてるわ。そうだそうだそうだ、じゃあこれ行くとマルケンさんの方だ。多分道なりに行けばワイヤーかなんか落ちてるはず、記憶が合ってれば。そういえば以前バッシーさんとかと来て音ってたんだけど、なんかバグって音が一切入ってないの。そう、でなんかアプリで編集もできないの、謎なんだ、謎の動画になっちゃった。そうするとあの仮面ライダーに着くかもしれない。あれ、それがそうか。そうだ、これ仮面ライダーあるんじゃない本当に。ほらほらほら、あった。ああ、ほんとだ。で、こっち行くとワイヤーか。そう。で、左に揃えていけば、丸剣。違う、もっと向こう。あの、気づかないで通り過ぎちゃったの。
じゃあそうするとこれまた黄色い物体が目の前に出てくる可能性ある、あった。もう出てきたよ、黄色いの。そう、これ。あ、本当だ。また戻ってきた。こうなるわけか。こっちに行くか、それともこれ進んで、マルキンさんの方行くか、マルキン4か。どっちがいい？どうしようかな。それかもしくはこっち。こっちを次進むという手もある。71号。いや、風穴の方。方角は。そうだから意外と風穴の遊歩道まで、うん、さほど距離ないんだよ。で100メートルか200メートルかな、うん。結構奥来たと思うけどね。うん、だから大して。こっち県道に戻ってる。いやいや全然あのマルキンさんの方繋がってる。あっちじゃなくてこっち。こっち行くとあのとりあえずあのハイあのマルキンさんから4の配道、うん、でこっちも一応道になってて、うん、でどっちにしろその多分マルキンさんから4の配道に出る。こっち行こうか。行く。いいよ。ただそっちちょっと曖昧なんだよね、うん、曖昧の方に行ってこっちで取り憑かれちゃった。あ、じゃあどっかワイヤーが落ちてるはずだね。そっち？超でっけえつららがある。そうだね。あのドッキのところ。本当だ。アイスソード。あれ赤いテープも貼ってるの。あ、そういえばその辺に遺留品みたいなのあったな。思い出したな。バックとかあった。氷を持って帰って酒作ったら美味しそうじゃない？ミネラル。まあ綺麗かもしれないけど。クズ三連ハイボールだ。そんなん通ったっけ。かがんで歩くの嫌だ。あの白いの雪？何？それ。雪か。
ワイヤーが出てこねえな。いやーでも見逃さないと思うんだけどね。こんなにワイヤー遠くなかったの気づかないうちに通り過ぎちゃったかもね。うわぁ、じゃあ歩きて。やってみる。あ、ダメだ。そう、こっちの外すの方に入ってんの。光だらけだね。木だらけだね。あ、しないね。あれ、意外としないな。すげえ食ったもん消化してる。全然しない。何、鳥が飛んでる。そこ止まった。ほら、じゃあ、オンにしてみる。うん、オンだとなんだっけ。あ、この食べる。あー、音声出るの。悲しいとか。ありがとうございます。今日は、散歩に来てますね。今とかいらっしゃいます。もうすぐお昼になっちゃう。かわいらしい。あ、何の鳥かな。あ、あった。あ、こんなところあったんだ。結構来たね。え、コンピラーってさ、やっぱ幽霊って言われてさ。あ、出たんだ、幽霊。あからさまじゃねえ。幽霊が幽霊って言うってどういうこと。走る。あ、出た。走るんですよ。危ないですけど。落ちちゃうから。ここは、周りの状況を確認しながらゆっくり歩くところですね。冷静な回答。何？来るってこれ。撮る？わお。
どこまで続くかな。おっと、うん、いやーちょっと怪しくなってきたぞ。ちょっと位置確認させて、うん、どうです。ああでも結構来たな。いやーでもこの勢いだと抜けちゃうで、マルキンさんまで。これたまたまなのか意図的なのかね、この橋みたいに。でも偶然すぎるよね。いやでももう道っていう道が分かんないぞ。こっちも道に見えるんだけど、こっちだね。でもこれ方角的にはあっちの方が安心なんだよね。安心したくない。じゃあ行こう。安心したくない。常に不安でいた。あ、そっちかな。道こっちだと思うんだけどな。っていう感じで俺多分この辺さまれてたのかも。マルキンの北側？南側。南側じゃ向こうじゃない？こっち北側だよ。北側か。でもどっちにしろいずれか左に行った方が。うん。いいところで左行こう。道と言われれば道に見えんだよね。じゃあ道じゃねえかな。うわ、危ねえな。こういうのが落ち葉で隠れてたらおしまいだよ。ちょっとこっち行ってみようか。もう一回方向だけ。なんかここ開けてるね。あ、すごい。すごい開けてる。うん。電波入りそう。あー、場所的には、こっちに行きたいんだな。場所的で、方向的には。
そのマルティン3から4の配慮がちゃんと道っていうのは分かってくれればなおいいんだけど。そうなんだ。いい加減いい、なんか超分かりやすい目印作っちゃって。いいと思うんだけどね。いい加減いいよね。反射板がもしかしたら置いてあるかもしれない。うん、いた。ちょっとさ、自然の合コンとかそういうの置いといてさ、分かりやすくしようよ、ここで来た。あれ、そこら辺ルートじゃなかったっけ。気のせいか。うわ、雪がすげえ積もった。一本道がはっきりすればまた左右に広がってくるね。可能であれば3から4をずっと、すげえ雪積もってんな。3から4をあのテープ貼ってほしいです。すげえな、ここ日が当たんないんだろうね。イルミネーションみたいにしてるけど。LED です。こっちまだ違う。いやでもなんかそろそろマルキンの道が出てきてもいいと思うんだけどな。距離感が分かんねえかな。うん、ちょっと待ってね。ちょっと位置確認。ああ、うん、方角的には位置良さそう。いいよ。ねずねず。ああ、いい場所ですね。ダブル見てる。そこなんだか。もう人工物は見当たらないね。うん、あのサイズだったら10万から2ぐらいとして。10万どころじゃないんじゃない。あのサイズで1100円でしょ。ああ、でもそうか。溶岩ってパワーストーンだ。の、ただそうそうそう、まあでも地球の中からだからね。まあそうか、まあ、自然ちゃ自然、うん、え、そんなこと言ったらそこら辺の石だってそうじゃないの。それはそうだな。あとは山からそこら辺の石を加工してなんとかのパワーストーンですと言ったらさ、うん、分かんないよね。でも溶岩ってなるとね、また違う。テンポ入る？多分1だと。いや、本当に。入ってる。入ってた。ちょっと今見せ、ここ大体今この辺、風穴からダーッと来て、
白いんだ。ああ、もう夏並みに暑いんだ。暑いよね。暑い。出だしは寒かったね。まだ1月9日だっけ、うん、まだ年明けてそれしか経ってないじゃん。内容が濃いね。3回だから3日に1回いる計算なのに住んじゃった方がいいよね今動画待ってる。うん、ちょっとそっちの方行ってくんね。人工物はないね。あんまり離れちゃうと分からなくなっちゃう。ちょっとこのままこっち行ってみよう。もうちょっと大丈夫。
どうしたこれ。なんだ、えぐられてる。クマ。なんだろうね。ここだけえぐられてる。いける？こっちもだな。こっちもあるの。これってさ、この木切られ、なんかえぐられてんじゃん。こっちもえぐられてんだけどさ、自然になんないよね。この木えぐられてんだけど、反対側。爪？なんだろうね。これこれ。あ、ほんとだ。こっちもなってんの、同じように。自然になる？なんない。これ、ここもなんだよ。こんな一部分だけなんないんだ。これさ、高さ的にどうなんだろうね。なんかでも、斜めにさ、切ったっていうか、引っかいたっていうか、かじった。に見えるんだよね。でも、鹿こんな高くいかないよね。鹿ではない。2メートル弱の。多分2メートル。黒い物体じゃない。完全にこれ、ねえ。プーさんか。プーさんだよな。栄養あんのかな、歯を研いだ。なんだろうね。爪研ぎみたいかな。あ。マルキン。マルキンってどこ？とりあえず方向だけこっち行きたい。うん、十分冒険だよね。まさしく樹海っていう。この溶岩エリアだね。ね。まさにこれが樹海だよ。ここまで入ってくる人はなかなかいないのかな。うん、徒歩で入ってくるしかないからな、やっぱ。そうだよね。さすがに。外せる？外せる。うん、さすがにね、ちょっと苦しい。さすがに。なんなんこの傷のマーク。また？ちょっとほどけすぎだね。うわ、なんかいいっすね、この。これ丸く通り過ぎてるかな。わあ、いいっすね。まあちょっとこっち方面な。うわあ、すごいいいな。一泊したい。無料です。テント禁止だから。
すごい。一番綺麗なのってやっぱあれかな、冬の時期なのかな。そうかもね。いや、すごいな。わあ、いいっすね。苔を踏まないでくれても無理ですね。無理だね。こういう恐ろしい穴が開いてるからね。苔しか歩くところがないな。うわあ、すごい穴開いてるね。痛そう。うわあ、落とし穴状態だ。うわあ、ここ。いつズボっていってもおかしくないかも。夜歩いてたのはこんなとこじゃない。うん、違うか。あ、いや、こういうとこ。こういうとこ、うん、じゃあもしかしたら場所的にはこういう、今向かってるとね、うん、あの遊歩道の南側に出るから、あ、場所的にはもしかしたら若干合ってるかもしれない。一致してるかもね。いや、あ、猿の腰掛け。黒いね。寿命？黒いってことはもう死んじゃってるのかな。いや、でもさ、あの保水器にいっぱい入ってるとこあるじゃん。うんうん。あれって黒いの？ああ、そっか。栄養がないってことかね。はい。もう種類ぐらいあるんですか。カッコ白、カッコ黒。あ、違う種類。やべえな、ここ。こんなとこなんだ。ここすごいな。深い。いいね、皆さん。画面で見れて。あったかい部屋で座ってんでしょうか。よかったね。横になったり座ったりして。2023年、冬でしょ、今。秋か冬か。もしくは2024年かもしれない。あれ、あら、マジ来たってことだな。こんなとこに来たんだ。紐、ほら、でも紐は落ちてないよね。いるんだな。びっくりした、ロープかと思った。まさかの紐と出会う。わかんないね。山の森の捜索隊があったときかな。どうなんだろうね。でも徐々にこっち行くと遊歩道には近くなっていくから、うん、発見する確率は高くなると思うんだよ。うんうんうん、あんなこことか。あ、ここら辺なんかちょっと住みやすそう。すごい物体が落ちてる。すみません。わ、すごいね。すごいこれ。これすごいね。密集。かっこいい。武器だね。そのまま落ちちゃったんだ。うん。あそこら辺の光、絵なんない？あ、もうすごくこれみんな固まってる。足んない？すごいね。で、松ぼっくりって結構燃えるんだってね。へぇ、キャンパーにはいいんだって。ああ、左に乗った。油かなんか含んでんだよ。いや、でも雨水一瞬もたまんねえよな、これじゃ。たまんないね。うん、もう長い。全部、うわ、恐ろしい穴だね。通過してきた。 LED ライト持ってきたのかわかんないけど、うわ、すごい怖い、マジで穴。深そう。いつ踏み抜くかわからんわ。深そうとか深いよね。はい、絶対深い。穴の上に通気してるからね。あれ？道？気のせいか。道に見えるだけか。見えるだけか。そうだ。こっちだよ。いや、こっち。そう、そっち行くと、
あの、71号の方向かって。そう、もうこっち。あ、そっち。こっち行っちゃうと、ほら、向こう行っちゃうと、どん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 離れちゃう。うん、もう少し行けば何か出てくる可能性はある、うん、うわすごい、その平べったい用がすごいね。てかこれ、うん、面白い形してるよね。板が滑り台に、ちょっと写真撮ってみる。いいよ。ちょうど空洞になってたね、うん。人工物はないですね。さっきの白いテープだけ見つかって、他にはない。じゃあ何も聞こえないな。あ、テープ出てきた。ん？青いテープ出てきた。あっちに続いてる。じゃあこれがもしかしたら遊歩道繋がってんかな。こっちが遊歩道？そう。向こうは？向こうは71号。まだまだ距離あるけどね。富士風穴の方向かってるわ、ちょうど。あ、違う、富士風穴、ここだ。こっちまっすぐ行けば着く。距離ある？全然あるよ。ちょっと、もう恐ろしいと思う。日が暮れる。とりあえず遊歩道出て、うん、そっからまた考えよう。また考えよう。いや、マジここでなんか、パーティーとかしたい気分。動画撮んのがここだな、この辺だよな。誰も邪魔されない。めちゃくちゃいいもん。熊は出るんかね？いるかもしれない。熊さんのパーティーだよ。飛行機の音。昨日はちょっと暗い写真をあげたったから、今日は明るい綺麗な自然の写真をあげます。俺のこと写真撮ってもらっていい？ OK。 もうこういうところよ。その明かりがここ、明かりがバックだよ。明かりがそこの、そう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 。あ、クミス。ダメ？これ暗すぎ？あとさ、ツイッターのヘッダーで使いたいからさ、うん、俺がただ座ってるだけの写真も後ろ向きで、うん、腰掛けて、あの向こう向いてる写真もいいな。カメラとか人のヘッダーに注文つけるっていう。あ、いいね。斜めからがいいかな。じゃあこうだね。
多い、なんかアウトドアの表紙みたいになってる。かっこいいんだけど。あと乗っててくれる、うん、いや、あ、なんかそこで一本だけ立ってんの。あっちかな、あっち。もうなんだかんだもう12時なんだね。恐ろしいけどお昼の時間ですね。すげえ、もうなんか、あ、どうなっちゃう、月間アウトドアみたいだよこれ。あ、いいよいいよ1月号モンベルみたいな。あ、どうか、あれこれショート動画ってのもいいかもな。ちょっと無言で撮っていい、うん、1分間だけお願いね。もう一回、お腹がすげえぐるぐるなってた。多分入ってたね、今の。それ大量に食ったから。すごい勢いで消化してんだよ、今。そうそうそう。びっくりしてんだ、あんな食わないから、普段。昨日の夜のも。行きまーす。はい、OK です。こういう動画がバズるんだよな、うん、何もないの。もう一回近くにしとく。あの白いの雪だよね、うん、
全然進んでね。まだまだだ。すげえ歩ったな。何時かな。じゃあもう、じゃあ2時間ぐらいか。こういう時にはその野鳥の森で飼いたいバードウォッチングだっけな、使いたいんだよね。あれ道だぞ。うわ、あれ道じゃん。何これ、完全な道じゃん。あった、ちょっと待って、これ方角的に言うと、うわぁ、こんな分かりやすい道あったんだ。マルキン、ちょっと行ってみるか、うん、これで左に逸れていけば、うん、あの遊歩道出る。え、マルキンこんな道じゃないよね。うん、なんだろう。こんなに分かりやすい。わあ、ちょっとなんか。これでさ、これが、なんだ。お、紐がある。わあ、雪がいっぱいあるか。やってるな。見てみな。なんかやってんな。え、マルキンか、うん、いや、違う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 。どういうこと出てんの、ん、ちょっと待って、マルキンっぽいじゃん。あ、マルキンだ。多分多分そうだ。どうする、そしたら、あ、でもそうだ、方角的にはこっち行った方がいい。恥ずかしい。おそらくマルキン4がその辺にあるはず。ちょっとドキッとして楽しい、あーって思ったよ。右行く？行く？怖いよ。一度こっちか。じゃあ行くだけ行ってみる。せっかくだからね。あ、いや、マルキンだ。ちょっと待って、じゃあこれはこれで終わりか。マルキン用到着でーす。ちょっと一回ここで止めますね。はい、ありがとうございます。